せるのだ、あわやわ。そういうこと、ラクシーヌよ。どう、この忘却の城、楽しんでる？無駄な記憶が剥ぎ取られて、心の底に眠る真の記憶が目覚める。なかなか悪くないでしょ。真の記憶？でも、一番大事なことをまだ思い出してないのよね。ソラが自分の名前を忘れてるって知ったら、あの子、きっと悲しむわ。あの子、知ってるのか、ラクシーヌ。ここにいる。あたり。私たち悪者があの子を城の奥に捕らえてるってわけ。あんたは勇者なんだから頑張って助けてあげなきゃ。でも、私悪者だから邪魔しちゃうけどね。ソラ！これは、俺が持っていたのか。あらあら、ずーっと持ってたものまで忘れちゃってたの？いいえ、忘れてるはずないわ。それの記憶は、あんたの心に刻みつけられてるはずよ。ほら、思い出してごらんよ。それってなーに？誰があんたに渡したの？な、み。ほらほら、あんたの心を、記憶をさっさと解放するのよ。波ね。やっと思い出した？そうよ、ナミネよ。その安っぽいお守りは、あの子があんたにあげたもの。だけど、あんたは忘れてた。それどころか、ナミネの名前さえ覚えてなかったなんて。ひどいわ、ソラ。白状すぎるわ。罰として、思い出のお守り、ぶっ壊しちゃおうかな。触るな！これはナミネがくれたんだ。俺の大事な思い出だ。大事な思い出？コロッと忘れてたくせに偉そうなこと言うな。
輩とやるじゃない。さすがは勇者ね。薄情者だけど。うるさい。本当のこと言われて怒ったの？あんた本当お子様ね。じゃあお子様にプレゼント。あんたの記憶から作ったカードよ。ありがたく受け取りなさい。じゃあね。待て、ラクシーヌ。どこだ？どこに隠れてる？出てこい。やめるんだ、ソラ。もういないよ。ソラ。悔しいんだ。あんな奴のせいで思い出すなんてさ。ナミネの名前を。振りも疲れちゃうわね。そうか。割とヤバかったように見えたけどな。何言ってるのよ。あんたの目節穴じゃないの。無様なものだ。ビクセン。あの程度の存在に追い詰められるとは情けない。機関の面汚しめ。何の用だ、ビクセン。あんたの持ち場は地面の下だろう。手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く買っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要だ。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本能だよ、科学者としてのな。別に構わねえけどよ。あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろう。しもべ？研究成果と言ってもらおう。おもちゃの間違いでしょ。理解できるものがほざくな。まあいい、せっかく来ていただいたんだ。あんたにも楽しんでもらおう。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。ソラ、待ってよ。急いでくれ、ナミネが捕まってるんだ。早く助けなきゃ。うん、ソラったらずいぶん焦ってるね。そう、あれよ、やっと思い出した人が捕まってるじゃん。そうだね、僕たちだって王様が悪者に捕まってるって聞いたら焦っちゃうよね。